はい、どうも、ゆっきーでーす。今日はですね、手巻きタバコ、チェのね、ブルーを吸っていきたいと思います。これは初めてですね。はい。吸うのは初めて。25g 入りで、550円だったかな。そうですね。これがね、いわゆる、なんだっけ。鰹節みたいな香りがするらしいですね。うん。で、なんだっけな、なんだ、あれあれあれ。あ、ハーフスワレね。ハーフスワレ系らしいですね。うん。よいしょ。紙。レーベルの紙。あれ、取れない。よいしょ。こちら、これ使っていこうかな。うん。この紙はすげえ、上質なんで。よしよし。それでは開けていきましょう。パカッ。お結構湿ってる。あ、結構黒い。あ、鰹節だ、これ。あ、鰹節。うん、鰹節のあの香り。完全に鰹節だ、これ。完全に鰹節ですね。ちょっと手でほぐしてと。よし。かつお節の香り。フィルターはこのピュアの、スリム。うん、ピュアのスリム。です。ぐらいかな。あ、本当にあれだな。すげえ鰹節の香りがするわ。あ、やっぱいいな、この紙。すごいパリッとしてる。パリッとしてますね。よし、それでは吸っていきましょう。おいしょ。そんなに重くないっすね。ドラムとかに比べると圧倒的になんか軽い気がするんだけど、気のせいか。ハーフスワレ。ハーフスワレなんだけど、すごい、なんか、軽い？全然なんか、なんか吸いにくいとか、そういうのはないですね。ただ、吸いやすいんだけど、特に香りとかが、なんか、
ほぼほぼ香りみたいなのはしないですね。これなんだこれ。いや、香りはするか。なんか味みたいな感じの、味的なやつはほとんどないですね。これなんだろうな。なんと表現したらいいのか。特に、香りはするんだけど、鼻から出した時香りはするんだけど、味というのはほとんど、風味がすごい少ない。ドラムに比べると圧倒的に風味が少なすぎて、なんとコメントしたらいいのかわからないですね。普通のチェの赤のやつの方がまだ香りとか風味はありますね。なんか風味がすっごいマイルドすぎて、ほとんどわかんねえ。排気扇しても大して、風味わかんないですね、これね。これダメだ、これ。これダメですね。うん。安いのは安いなりに味が薄いってことか。なるほどね。いや、まずくはないですけど、別状うまくもないですね。舌に感じる味覚としての香りとか、味がほとんどないんで、うまいという、表現すらできない。まずいという表現もできないですね。これダメだな、これ。いや、ダメっていうか、まあ、特に面白みがないですね。うん。まだチェの赤の方が風味が強いでしょう。うん。これは三つ星だな。うん。まあ、まずくはないんだけど、うまくはない。うん。ということで、ご視聴ありがとうございました。